いですね。うん、あ、やっぱいいですね。ね、うん、一番長くねトップをおやりになってた時代が空組さんってことになりますね。そうですね。何が印象的ですか。まあやっぱりエリザベートの再演と、そうですね、まあ、あとはベルサイユのバラ、うん、エリザベートはまた全然違うタイプの塔とを静木さんが作りになって、はい、エリザベートとしてもまた全く一から始める作り上げるって形だったんですか。同じ役を2回目っていうのが確か私だけだったんですね。で周りの方はエリザベートって作品には出てたけれども今回役が違うっていうので、で私自身も新たな気持ちでやりたかったんですけど、初演の時の自分の印象っていうのがすごい自分の中で残ってて、なんかそれにこうなんか苦しめられたっていうか、何やってても全部なんか思い出しちゃうんです。ここでああやってたやってたとか、だからなんか自分の中では苦い記憶しか残ってないです。じゃあエリザベートはいい思い出だと思ってたんですけど、逆になかなか自分で思うように、自分で自分を縛っちゃったっていう作品だったんですか。そうですね。ベルサイユのバラはどうですか。ベルゼベルサイユのバラは独特なこう宝塚の宝物なんだなってすごい感じましたね。なんか普通の感覚でやるとやっぱり形があったり様式美に合わないというか、っていうのがすごい頭にあって、昔の方のを見ましたね。で過去の方々のなんかこう姿勢とか娘役としてのなんか見るポイントっていうのがあるんですか。あります。でもセリフ回しとセリフ回しですかね、フランスの女王なのですからっていう、はい、あそこも決め台詞、だからベルバラは決め台詞が結構、こういうもう言い方をするっていう、あるって感じですね。私もやめますって言って見学ぐらいで、そう